豪雪地帯の白川村では、村を離れている人たちが出席しやすいように毎年お盆の時期に成人式を行ってきました。村では成人年齢の引き下げ後も真の自立した大人として20歳を締めに門出を祝います。今日、平瀬地区にある会館で行われた式には、今年度20歳となる15人のうち9人が浴衣やスーツなどの装いで出席しました。成原茂村長の祝辞などの後、代表が決意を語りました。白川村での助け合い、結納精神、そして合掌造りをはじめとした伝統を守ってきた村民の誇りを思い出し、自分を信じて行動する、そんな大人になれるよう邁進してまいります。今年の出席者は全員村を離れていますが、同じ学校で学んだ仲間で久しぶりに会う友人との会話を楽しんでいました。